神聖とは、平安時代中期から南北朝時代にかけて天皇、上皇の直視に基づいて制定された成文法典。神聖の官府という意味で政府とも呼ばれる。なお、鎌倉幕府や寺院でもこれを模範として似たような法典が整備され、前者を武家神聖、関東神聖、後者を寺社神聖、寺辺神聖と称して、抗議の神聖に含める場合がある。 神聖とは、元来、新たな禁聖という意味の言葉であったが、後に転じて正しい方向に改めるこ事のりの意味とされ、律令性秩序の回復を目指して、天皇、上皇の意向を受けた大上官が尋常などを経て、官府の形式で発布する。単行形式のものもあるが、通常は数箇条から数十箇条によって構成され、構成する条数によって、 神聖過剰と命名されて発給されたが、後世においては発給された言語によって、神聖、年譜などと呼ばれた。さらに各条は、事書きと本文から構成され、事書きには規定の概要、趣旨が書かれ、本文にその具体的な規定が記されていた。天略元年に村上天皇が出した神聖六過剰と呼ばれる官府が最古の例とされ、 天略の地と呼ばれる改革を進められていた中で、下級官人の過避な復職過ビを規制、禁止して身分秩序の遵守を図るものであった。長保元年に一条天皇、藤原道長大政下で長宝元年齢十一条が出され、後の申請の提携となった。この時期の対象は大きく分けて、写真禁止令と昇園制儀令を基軸とした。 特に下級官人や僧兵などの僧侶に対する粛清を目的としたものが多い。その性格が大きく変化するのは、方言元年うる9月18日に方言申請が出されてからである。この申請は、後白川天皇即位という第初めの意味合いとともに、直後に発生した方言の乱によって動揺する社会を鎮静化させ、特性を実行することで朝廷の求心力回復を、 図ったものである。その後、天皇の代替わりや災害、戦乱などを機に特性と王権孤児を意図した申請がたびたび出された。このうち、研究2年の研究申請、管喜3年の管喜申請、文英10年の文英申請は、特に三大政府と呼ばれている。研究申請は、源のよりともに、 諸国主護権の付与を認めた根拠として知られているが、同時に、刑期諸国諸部監視等にも、頼朝と共に、海陸の盗賊及び放火の追部を命じており、朝廷が剣断権を完全に放棄したものではない、ことを示す根拠にもなっている。実際にその後も朝廷が、ふすま戦時と呼ばれる、独自の追放命令を、鎌倉幕府などの諸権門や日本全国に対して、発令している。 また、申請が出されると、鎌倉幕府や有力寺社にも使者が派遣されて、直接通達が行われた。鎌倉幕府による、最初の武家申請は下六元年に、朝廷の下六申請に合わせて出されたもので、同申請の遵守を目的としたものであった。幕府単独の最初の武家申請は、校長元年の校長申請で、これは、将軍、宗方親王の主導によって出されたものであった。 さらに公安7年には、足立安森主導の武家申請である、公安申請が出され、これを機に、朝廷でも申請が出され、公安特性と呼ばれる幕府、朝廷共同の政治改革の動きに発展して、幕府では将軍と御家人の関係再構築が、朝廷では亀山上皇の下で、新領工業の遂行と訴訟制度の整備が実施された。だが、 社会問題の深刻化は度重なる申請の効力を無力化させて衰退をもたらした。例えば、官喜申請の制定をめぐっては、藤原来輔や藤原定家が申請の乱発による権威の低下や思考をめぐって、政変が起きていることを指摘して批判している。鎌倉幕府では、永忍5年の申請が最後の武家申請となり、朝廷でも北朝、 光明天皇の上和2年の申請が最後の公家申請となった。早川昭八、基重関係、書集、早川、日本古代の文書と転籍。1997年、P247 から257。なお、早川は新たな禁制という意味での申請の後は演技式や演技、延長期の大表官府などにも見られ、笠禁止や、昇園制リレーを、 その延長上に置く立場から、11世紀以前における、中世的な、神聖の存在を認めない立場を取る。西田智博、広、ふすま戦時とその効力 ISBN978 から4から642029025第2部第1、章。ありがとうございます。